こんにちは、求人広告リスターの営業やってます、馬淵健太と申します。成功塾に参加させていただいて、変わったところは、行動を移すことができるようになりました。それは何かと言いますと、昔から夢を持ってまして、それは何かイベントを作りたいと、そういうコミュニティを作りたいなっていうところでずっとモヤモヤしてたんです。勇気がなかったんです。なんですけども、成功塾を受けることによって、本当に成功している人たちが周りにいますので、いろんなアドバイスいただけることとともに、成功塾で出してもらえる課題ですね、で自分をすごく見つめ直すことができて自信を持てました。それによって行動したい、しなければならないっていう風な気持ちに駆られまして、自分が今、28回28歳限定のイベントだったりとか、次また82回、82歳までの方が参加できるイベントっていうのを、起こすことができています。で、3期に、参加されたいなって思われてる方なんですけども、今の、あなたは、どういう世界を求めてますか。くすぶってるものはないでしょうか。本当にこう成功したいなけど、自分一人ではって思ってませんか。成功塾に来たら、本当に、成功したいって熱い気持ちを持ってる方々が集まりますので、本当に、参加された方がいいかなと。私は9回目から参加したんですけども、それは本当に後悔しました。それはなぜかというと、熱いコミュニティに1秒でも早く参加することによって、自分が今活動している28回だったりとか、それをもっと早くできたと思いますし、もっといろんな気づきを得れたかなと思いますので、ちょっとでも躊躇している方、参加ボタンを押していただいて、1秒でも早く仲間になってください。それがあなたの人生が変わります。よろしくお願いします。